サミュエル・アナ・メーカーは、アメリカ合衆国の映画監督、舞台監督、俳優。シェイクスピア・ズ・グローブにある、ブループラーク・イリノイ州シカゴにいて、東欧ユダヤ系移民の子として生まれる。17歳で、俳優活動を始める。シカゴのグッドマンシアターでの養成期間を経て、同じく、シカゴのサマーストックシアターに参加、ブロードウェイや、地方巡業の舞台にも立った。 アイオワ州のドレーク大学で学び、第二次世界大戦中の1943年から1946年まで陸軍で服務した。1950年代初頭のイギリスでミスター・デニング・ドライブス・ネオスを撮影した後、海ム非米活動委員会のブラックリストに載せられたと知り、ワナメーカーは、非米を拒否、以後はイギリスに移住、ロンドンで活躍した。また、 映画やテレビで監督また俳優としても活動した。出演した映画には、螺旋階段、プライベートベンジャミン、スーパーマン4、最強の敵、赤ちゃんはトップレディがお好きがある。1940年、カナダ人のシャーロット・ホランドと結婚。彼女は1940年代アメリカのラジオドラマのスターで後に女優となったが、1997年に82歳で、 がんのため成去1970年代、罠メーカーはアメリカ人の女優のジャン・スターリングと親密な交際を始めた。二人は結婚はしなかったが、彼の死まで一緒であった。罠メーカーはインターナショナル・シェイクスピア・グローブ・センターの設立者でもあり、ロンドンのグローブ・ザ・最高に大きな役割を果たしたが、新劇場。 シェイクスピア・ズ・グローブのオープンを見ることなく1993年に前立腺癌のため成去した3人の娘がいるアビー、ジェシカ、そして女優となったゾーイである。ありがとうございます。